クロスボール、お菓子はルーカス・フェルナンデスだ。先制、北海道コンサドーレ札幌。セッション力のある札幌、さあドリブルで蹴り込んで中に折り返して、ルーカス・フェルナンデスの最後はシュート。ルーカス・フェルナンデスのシュートはポストに跳ね返されました。宮澤と鈴木唯人が競って、ルーカス・フェルナンデスから小柏だ。小柏さあ自ら行くか、行ったまだキープ、外に叩いて金子、ペナルティーエリアの中に入ってきた、落として田中、クロスボール、小柏、ルーカス・フェルナンデスだ。今度は決めました。先制、北海道コンサドーレ札幌。今度は狙いすまして松原さん決めていきました。見事な、もう絵に描いたようなゴールだと思いますね、はい、自ら行くかそれとも合わせるのか、福森直接来た、クロスバー右サイドやや上、森のコーナーキック、頭に落ちた、本田の正面掴みました。この後のつなぎです。さあ鈴木唯人と足元落として白崎ではなくガブリエル・シャビルだ。金子です。金子前に行く、クロスボール、コールキだ。 PK です。立田のハンドでしょうか。 PK 札幌、ルーカス・フェルナンデス、本田止めた。さあそういう中で1点リード札幌、追いかける清水、山原さあ通して白崎シュートだ。菅野のファインセーブ、まだ続く。さあ白崎から原、足元ベンジャミンコロリ、キーパーと1対1だ。またしても菅野が止めた。鈴木唯人、さあ前向いた、鈴木唯人シュートだー、同点、鈴木唯人1対1。切り返しシュート、大柏クロスバー直撃。小柏の強烈なシュート、これも入る。興梠、おー、よく止めた。お、さあ、これ、おかしらか、ルーカス・フェルナンデス。最後詰めていったら、このルーカス・フェルナンデス、今日先制ゴール。ここで長い笛が鳴ります。スコア1対1、引き分けという結果になりました。